どうもみさん、リクでございます。結構ね、本の感想をあげるのは続いておりますがペットの動画を撮るスパンよりも本の方が早く来てるという感じですね。そんだけ早く読み終わってるってことなんですけどね。はい、今回の本はですね、ちょっとまあおすすめもいただいたし、私自身もちょっと読みたいなと思ってたやつでございます。こちら、まあ有名ですね、この本、ミツバチと遠雷です。はい、直木賞ですかね、あと本屋大賞も確か取ってたと思いますが、こちらの作品を読ませていただきました。この本はね、私当時まだ読書っていうのを全然してなかった時期、読書というものから非常に、遠ざかっていた時期が、あるんですけれども、最近頑張ってるだけですからね。もともとちょっとあまり読書が好きではなかった学生時代とかだったんですが、そんな時にですね、タイトルと表紙だけで話の内容全然知らないけど、とても気になっていた本です。後々にそれがどういう本かっていうのを知って、なるほど、ちょっと読んでみたいなという気持ちをさらにかき立てられた本であります。だから、こうやって最近読書をすごくやってる中で、いつか絶対読みたいなと思ってた本になりますね。なのでちょっと今回思い切って手に取ってみたという形になります。はい、だいぶ読むスピードが早くなってきてるのもあって、まあ、スッと読めましたね。非常に読むことができてよかったですね。まあ長かったでもなんかいいですよね、タイトルと表紙だけでなんか、あ、ちょっと読んでみたいなみたいな、そういう気持ちすごく惹かれるっていうのは、なかなか魅力的な本なんじゃないかなと思って読み始めました。はい、ということで早速感想を述べていきたいと思います。はい、一応感想をいつも見てまとめてきたんですけど、この本ね、すごく長いんですよ。上巻下巻たってとっても長いんで、読んでる途中に1日、まあ、30分から40分ぐらい、会社の休憩時間に本を読むんですけど、その読んだ後、読んだ後もね、感想をつけてました。細かくつけてました。今日読んだとこまで読んだ感じはこういう感想やなみたいなのをつけてて、それが読み終わった今の段階で多分2000字ちょっとぐらいあるんかな、ぐらいまでちょっと書いてるんですけど、そこからちょっとこうギュッと縮めて、普段の本の感想の動画みたいに、短くしましたんで、ちょっと言葉足らずなとこあるかもしれませんが、できるだけ話すつもりにはしてます長くなったらごめんなさいという感じでございます。撮影する前は長さが分かりませんからね。はいということで、喋らせていただこうかなと思います。まずですね、どういう話なんか、ミツバチと遠雷って何なのよこの本つって、タイトルだけで全然わかんないわけですけれども、めちゃめちゃ簡潔に言うとですね、ピアノのコンサートが一つあります。一つごっついピアノのコンサートがあります。ピアノのコンサート参加したことないかな、わからんかもしれんですけれども、まあ要するに各地からピアノの腕自慢、まあ要するに天才たちが集まってくるわけですね。その天才が集まって開かれるピアノのコンサートのそのある一回にですね、天才の中ではさらにひときわ輝きを放つ超天才、もう歴史に名を残す、そんなぐらいに素晴らしい、才能を持った方が3名同時に同じピアノコンクールに出てきます。はい、でその3人が、そのコンサートの中でお互いの演奏を聴くわけですよね。そういうことをしていく中でお互い刺激し合って、よりこう高いレベルでこうコンサートを盛り上げていく。話としてはこれだけです。本当にこれだけ。一つのピアノコンサートをやるだけの話なんですよ。これだけの話なんですね。言ってしまえばこれだけの話なんですけれども、そこがまあどういうふうに表現されてるのかという話ですね。ちなみにこの動画を、撮ったりとか、ミツバチの遠雷を読むっていう際に対して、Amazon とかにあるレビューを軽くは読みました。軽くだけ読ませていただいて、読み終わった後、考察とかは一切見てません。一切見てないんで、今読み終わった後の私のこれからの感想っていうのはすごく私の感じたままのフラットな意見だと思っていただければなと思います。はい、意外とミツバチと遠雷低評価も多いんですよねちなみに気持ちはわかります。はい、気持ちはわかりますという感じですね。3人の登場人物、ちょっとね、固有名詞は出します。人物名は出した方がちょっとわかりいいところがあるんで、それとあとちょっとできるだけネタバレは避けるようにしたいと思ってますが、ちょっとだけ、ごめんなさい、内容を触れるところはございます。どうしてもちょっと好きなシーンなんで触れざるを得なかったという感じでございますね。はい、で、ピアノのコンクールだけする話が永遠と上下巻と書かれてるわけですけれども、総評としまして、まず、総評ですね。総評としてはですね、この本はね、万人には勧められない本ですね。非常に勧める方、読み手を選ぶと思います。誰が読んでも面白いという本ではないと思います。私も、まあ、少ないですよ、まだ。本が好きという方から調べたら全然な数読んでませんよ。幼少期に読んでましたけれども、大人になってから全然読んでないわけで、全然数は少ないんですけれども、その中でも人に勧めづらいです、これは。
多分私は勧めないと思う。人に何か面白い本ないって言われた時にミツバチと遠雷読んでみたらとはちょっと言わないかな、という形の本であります。まあ、もちろん長いっていうのも根本的にあるんですが、今日この後言う悪い部分っていうのも、非常に大きいウェイトを占めてて、そこもあります。はい。で、あと、その、選ぶって言ってるのはですね、ある程度面白いと感じる方には前提条件が必要になってます。先ほど言ったように、この本っていうのはずっとピアノのコンクールの話してるんですよ。で、まあ、いいところにも出てくるんですけど、結局音楽、皆さんが聞く音楽を文字に起こしてくるんですよね。文字に起こすんですけども、そこが演奏と実際の音とリンクして、こういう感じの音楽なんかな、こういう音が鳴ってんじゃねえかなっていうイメージができるできないでめちゃめちゃ変わってくると思います。ちなみにできなかったら全然面白くないと思う。1位も評価ないと思います。だって前編それだから話ずっとその話してるから、それがイメージできなかったら、これめちゃめちゃ面白くないと思います。逆に言うと、そこが分かると、この本は読むことができるという感じだと思います。私もね、若かりし頃はバンドでギターやってたりとか、ちっちゃい頃はピアノのコンクールも出てたりとかしてましたんで、多少なりとも、感覚が分かることがあってですね、その、この本の中で書いてあって、多分音楽をね、全然やってない人からすると、全くイメージできないことなんですけど、同じ楽器を同じ譜面で演奏してるのに、違う曲に聞こえる。要するに演者によって同じセッティング同じ音なはずなのに全然違う曲に聞こえるっていう感覚を知ってるか知ってないかっていうのは大きく差があると思います。これ知ってれば、同じ曲演奏してるのに、ああ〇〇さんはこういう感じに聞こえて、〇〇さんはこういう感じに聞こえるねみたいな差が書かれてても、なるほどそうだよねってなるんですけど、それわかんないとなんで違う音に聞こえるのってなるじゃないですか。何、超常現象か魔法か何かですかみたいな感じになっちゃうわけですよ。そういう感じ感じるので、そこはちょっと大きい前提条件として必要かなと思います。はい、それを踏まえても私はちょっと人に勧めづらいなと思ってますね。はい、まず行きましょう。じゃあ良かったなと、感じた点からまず述べさせていただこうかなと思います。まずですね、この本読んで良かったなっていうところは、まあ一番大事なポイントになるんですけれども、結局この本の醍醐味は音楽、耳から入ってくるこの音楽っていうのをいかにして文字で表現するのかっていうところに、かなりウェイトが占められている。まあそこがいわゆるこの本の面白さにつながってくるところだと私は読んでて思います。まあそれで結果、まあ読む前からもちょっとざっくり見た感じはそうなんやなというふうには取りました。で、まあ、結局この作者の人がどうして音楽っていうのを表現しようとしたかっていうと、まあ、私の解釈ですけど、結局その曲、クラシックの曲に込められてる思い、まあおそらく作者の人はこういう思いを込めたんじゃなかろうか、あるいは多分著者の人がこう自分でコンサート実際聴きに行ってるみたいなので聴いて感じた思いだったりとか、あとそのキャラクターですよね。演奏する超天才3人には、まあ、3人ともう1人好きなキャラがいるんで、まあ、4人なんですけど、実際のところそれぞれの人物がここまでコンサートに来るまでの人生にどういう人生を歩んできたのか、バックボーンですよね。で、あとコンサート当日の心の動き、さっき言ったみたいに3人の超天才がそれぞれの演奏でグッと高め合っていくんで、お互いの演奏を聴いての心境の変化とかそういうのがあるわけですね。それによる音のイメージっていうのが、そういうのが作られてきます。だからそういった部分で曲の演奏の表現っていうのをしていくんですよね。これがね、面白かったです。この表現はすごく、私はイメージ湧きました。ああ、なるほど、こういう感じと音楽弾くんやろうな、みたいな。主人公、まあ、主人公として特に挙げられてるのはないんですけど、私はこいつが主人公かなってやついるんですけど、あ、この主人公の音はイメージとしてはこんな感じなんやろうなっていうのがすごくふわってイメージできて、それはすごくね、いい表現だなと思いました。まあ、これがだからここの主人全てなんだと思うんですが、私はとてもね、いいなと思いました。特に良かったのはめっちゃド頭なんですけど、上巻のコンサート始まって一番最初に、超天才3人ともう一人すごい子がいるって言ってる。この4人目の方、4人目。まあ、最初3人、この人とこうなんですけど、後々3人目が出てきて、実はこの人は超天才ではなかったっていうふうになるわけですが、この方の演奏1回目、まあ、この方は明石っていう方なんですけども、最年長です。コンクール参加者最年長のキャラクターなんですが、この方の一番最初の演奏シーンが私はこの本の中でベストバウトだったと思います。非常に読んでて感動的でした。いやーいいなーって思って読んでました。まあ作者の力量、力の入り具合は多分別のところだったと思いますが、個人的にはこのシーンがマックスっすね。曲を弾いている描写と私の
感情の移入具合ってその多分最初にそういう表現を読んでる箇所っていうのもあるんだけど、それを差し引いても明石って人のそのコンサートに至るまでの思いだったりとか気持ち、それからその弾いてる時の表現とか感情っていうのはとても私は共感できるのが強かったなと思います。ここがめちゃめちゃ良かったです。一番だと思います私はね。あと演奏関係で言うとですね、私はちょっとクラシックあんまり詳しくないんですけれども、クラシックが詳しい方にお聞きすると、結構その演奏するって書いてある曲がマニアックだと、要するにコンテスト、本当にコンテストに使うような曲ということで、そういうところはクロートの方からするとめちゃめちゃいいねっていう風に感じるところなんじゃないかなと思いますね。はい、私実際にミツバチと遠雷のサウンドトラックを Spotify で聴きました。これは全部読み終わったと、読んでる途中からも聞いてましたけど、聞きました実際にね。あ、聞いたことあるなって曲もありましたけど、当然もう初めましてみたいな感じの曲もあるんですけども、いいですね。クラシックっていうのいいなって思うような感じではあるかもしれません。はい、そして、まあ、主人公が誰になるんだって話で、超天才が3人いるんですけども、マサル君とアヤっていう、アヤちゃんっていうのと、あとジンっていう3人が出てくるんですけど、私はこのミツバチと遠雷のタイトルの由来になってるのはジンっていう子です。風間ジンっていうんですから、この子がミツバチと遠雷っていうタイトルの由来になってる子です。この子の存在がミツバチで、この子の与えてる衝撃が遠雷。まあもっと違う表現のことをしてる方もどうやらレビュー読んでるといるんですけど、私個人的にはもうストレートに捉えるとそういうことだと思います。はい、ですけど私は主人公はアヤという女の子だと思います。この本前編通して言うと、このアヤって子がいわゆる物語的には主人公核になってる人物で、この子が一番重要だと思いますね。で、この子は、まあ、どういう人物か本当一言というか、まあ、さっくりと言うと、かつての天才少女なんですよね。昔めちゃめちゃ天才少女としてもうスターダムこうギャーって行く時にちょっといろいろあって一回表舞台から完全に消えちゃうんですよね。だから今回のコンクールで復活してくる、復活の天才ですよ。かつての天才少女と復活劇、そういう感じですね。見出しをつけるとしたらもうね、雑誌に見出しつけなさいというのはそういう感じになるわけですけども、その子のいわゆるこの子がコンクール始まった時もまだこの一回挫折したところの状態から立ち直ってはないので、完璧にはコンクールの中でそのかつて挫折した自分、かつての天才少女と歌われてた自分の姿勢と今の姿勢、今の自分の置かれている状況っていうのをしっかりと見つめ直して自分の中で消化していく、人間として成長する。まあ彼らこの超天才3人はもうすでに結構大人なんで、精神年齢は、まあ、成長というよりは成熟していくっていう観点なんですかねっていうのがあるんですけど、ここ物語として面白かったなと思いますね。いいんじゃないかなというふうに私は感じました。はい、以上2点が良かったなと思ったところです。まあ、特筆して言うとすればこの2点ってことですよ。はい、で個人的にこのミツバチと遠雷でって思ったところはですね、3点に絞りました。はい、細かいところはちょっとあるんですけど、私個人的には3点です。先言ってきますけど、この作品は直木賞を取ってますからめちゃめちゃ評価が高い作品なんで、悪かった点とか言って評価が下げるのはとっても心苦しいんですけれども、まあ私が感じたままですのでごめんなさい。面白かったですよ、面白かったですけど、人には勧めづらいなって感じた理由のところなんですけど、1点目は、これはね、ミツバチと遠雷アマゾンでポチッと押すと多分ね、星1のレビューが一番多いんですよ。最も参考になったレビューで出てくるの星1なんですよ。で、この星1のレビューの理由がめっちゃわかる。だれる途中で、正直めっちゃだれてた。長すぎ。それは上下感あって長いって意味じゃなくて、さっき言ったみたいにこの上下感ずっとコンテストのことだけやってるんですよ。ずっとやってる。で、試合的には予選1時、2時、3時、本戦ってあるんですよ。だから合計で5試合もあるんですよね。まあ、詳しく描かれるのは4試合だけです。予選はもう軽くしか描かれないんで、この4戦描かれるんですけど、投げ。もう正直俺3次予選いらなかったね。読んだよ。読みましたけど、3次予選はマジでいらなかった。なんていうかね、もう、さっき言ったように音楽がどういう音を鳴らしてるのかってのは結構イメージできたんですよ。綺麗にイメージできたんですよ。イメージできたがゆえに、なんていうかね、永遠にそれが繰り返されていくんだよね。言葉を変え、こういろいろ書かれてるんだけど、実際の音を聞いてるとこまではいかなかった。ね。文字を読んでイメージはできたけど、実際は多分ね、コンクールでこの3人の音聞かされて、3次予選まで聞かされてると飽きなかったと思うんだよ。でも違って、あくまでイメージ、から飛び出なかった、俺は。イメージが飛び出なかったんだよね。そうすると、もう、お腹いっぱい。だって、その超天才3人がずっと同じことやってんだもん。
お腹いっぱいお腹いっぱい、もう食べれないっすって三条線の時にはなってました。ほんで実際三条線の時にはそうなったんだけど、こう物語として盛り上がっていくから、一番最後のファイナル本戦のところは物語としての盛り上がりがこう演奏のだれてるところにこうグッとそれを上げてくれるんだよね。演奏だれてたけど物語として盛り上がってくるからってこう頑張ってくれるわけですよ。だから良かったんだけど、三条線はそれも弱いからいらなかったね。マジ丸々なくても俺多分良かった話繋がんなくなるけど、丸々なくてもよかったな気がする。で、最後の最後、実は本戦全員かかれないんですよ。もうこれちょっとネタバレになりますけど、言ってみますと、本戦は全員分かからないんです。そんだけだれるまで演奏描写ずっとやってて、最後の最後、本戦抱えんのかいっつって。なった。これはなった、正直。正直なったね。そこの、あえて書かない余韻がいいんだよって派閥の人はいるでしょう。いるでしょうね。もちろんいると思いますが、私はここまで書いたんだったら最後書いてほしかったね。という感じでいたします。はい。これがまあ一つ良くなかったんで、これはレビューでも多いですね。すごく、だれてるっていう途中、ずっと同じことを繰り返してて、飽きてくるっていう人も結構おられますね。ある程度共感いただける意見なんじゃないかと思います。私も共感します。そう書かれた方に。確かにそうだなと思いました。まあ、作品全体に1点つけることではないですけどね。次、風間仁という人のキャラクター性が私はちょっと良くないなっていう風に感じているところでございます。これはね、多分考察をしている方は多分いっぱいいると思うんですけど、その考察を読んだら考えが変わるかもしれないですけど、考察を読む前、とりあえず通り一遍とに読んだ感じでは、私はこの風間仁っていう人のキャラクターがちょっとね、作品を通してとっちゃかってるなって思ってます。これはね、後書き見ると編集さんのことが書いてるんですけど、この作品って10年ぐらいかけて書かれてるんですよ。連載されてたものなんですよね。それを最後一冊の本にしてこう仕上げてるんで、10年っていう歳月の中でちょっとキャラクターがね、こうなったかなって感じは私個人はします。私個人はこうキャラクターがなったなって感じがしますね。これが一気に読むとすごく如実に感じる。最初この風間仁っていう方は、まあ、この子をすごくストレートに言うと、ちょっと私のその2000字くらい書いたそれからちょっと抜粋しますけど、風間仁って子はどういう子なんですかって、一言で言うと、全く無名です。全く無名の型破りな超新星、これがもう私一言でまとめた書き方になります。この子はもう全く無名です。音楽業界の誰も名前を知らない子なんですけれども、音楽界の超巨匠と言われる方に推薦状をもらっていきなりコンテストにバーンと登場してきます。予選にですけどね、予選にバーンと出てきて、みんなが、ってなって、そして演奏したらとんでもない演奏みたいな、そういったタイプの方になります。まあ、実際にこの取材行かれた時のピアノコンクールでも、自分はピアノを持ってないんだけど、ピアノのコンクールで優勝しましたみたいなね、方のタイプで、そういうタイプとして描かれてます。もうマジ超天才です。で、彼自身は音楽に愛されてる。もう自分がこう音楽好き好きっていうよりも、音楽に愛されちゃってるみたいな感じなんですけど、キャラクター的に予選で出てきた時はね、一言で言うと無邪気なんだよ。無邪気、何にも縛られてない、それこそ型破りなんですけど、とっても無邪気で、すごい良くない言い方するといい意味で無神経なんだよね。とても無神経、要するに、予選やりますってなった時みんな緊張してこれから演奏するぞって感じなのに、彼だけは自分の演奏時間のタイミングでヒュッてきてサラサラって演奏して、で落ちたみたいな、別に合否も何も気にしないみたいな、そういうなんかコンテストの予選みたいな形式ばった、そういうのにも全然とらわれなくて、自分が好きなように演奏してるだけ、まあ自由ですよ。すごくいい言い方をすると自由なんですよね。そんな感じで書かれてんだけど、読んでる途中でね、ん?って思ってくるんですよ。この子こんなに無邪気で自由な感じやったのに、でもこの子はコンテストに応募して、でしかもコンテストの課題曲ってものすごくあるわけですよ。第1戦、第2戦、第3戦、本戦でやる曲がガーッとあるわけですよ。それを全部どの曲やるか決めてやってるっていう、そのね、その行為がすごくアンマッチなんだよね。最初に出てきた風間仁ってキャラクターのイメージと、そんなことする子に見えないんだよ。で、その子にを推薦した超巨匠の方ってのもすでに亡くなってるんですけど、そのことが考えたのかなって感じもするんですけど、物語を進めていくとね、どうやらこの風間仁っていう子自身が決めてるんですよ。これを自分で考えてやってるんです。途中からね、無邪気な少年じゃなくて、実はめちゃくちゃ理屈っぽく音楽をやってる子なんやって感じです。私は理屈っぽいなと思いました。理論じゃない。理論はどっちかっていうとマサルの方なんですけど、理屈っぽいなと思いました。すごく、
を追求してて、理由があるから理論があるから理屈があるからこうっていう風に音楽と向き合ってるタイプで、ちょっと、ね、読み始めて出会った瞬間とだいぶギャップがある。逆にその風間仁っていうキャラクター最初見た時に無邪気だなって思ったその感覚は、先ほど主人公だって言ったアヤっていう女の子、こっちの子の方がそうですね、無邪気で非常に感覚的に演奏するタイプの子ですね。感覚派の子です。フィーリングだったりとか、そういったのがすごく大事になってるタイプの演奏家だなと思いました。こっちの子の方がどっちかというと、だから途中でその風間仁の持ってたイメージが別の方に行くんだよ、別の子の方に行っちゃってんだよ。風間仁は全然違うキャラクターになってんだよねこれは俺の中の感想ですからね。私はそういう風にちょっと感じました。で、全体のテーマとして風間仁には夢がある。音楽を外の世界に解き放つんだっつってね、コンサート、こうちっちゃい中にこう、コンサートっていう例えは良くないけど、まあ音楽って今閉じ込められてるけど、それを僕の音楽を使って、外に、バーンって解き放つんだ。これを目標にしてるんです。これを目標にすごい頑張ってるんですけども、多分ね、してないんだよね。物語を読んだ感じはしてないんだよ。風間仁以外の人の心は解き放った。音楽に対する衝動とかね、そういったのは解き放ったけど、彼が一番目標にしてた音楽そのものを解き放つっていうことはしてないんだよ。してない。でもなんかちょっともうすごく言っちゃうと彼自身が音楽みたいな節があるんだけど、ちょっとそう捉えてもちょっとやってないよねっていう感じかな。あんなに彼はそれにめちゃめちゃこだわってるんです。物語のはずっと。僕は音楽を解き放ちたいんだ。先生との約束なんだ。もうすごい固い決意でこういるんですけど、やらないんだよね。最後までやった感じがないんだよね。そこがちょっとね、おいって感じですよね。はい。三つ目ごめんなさい。これちょっと若干ネタバレになります。本当申し訳ない。若干ネタバレになります。これはちょっと嫌いな方には本当申し訳ないですけども、二十何分もこの動画見てる人はいいでしょ。ですね、さっき言った明石って人と、私が主人公だと思ってる綾っていう子がね、抱き合って泣く瞬間があるんですよ。抱き合って泣くとこがあるんです。このね、シーンはめちゃめちゃいいシーンなんですよ。まだちょっと考察を読んでないんで、私の思いが合ってるかわかんないですけど、この二人はね、実はね、音楽っていうのに対してすごく葛藤してるんですよ。ずっとこの物語中、音楽との向き合い方について葛藤してます。さっきアヤって子が葛藤してるって言いましたよね。実はこの明石っていう最年長の人も音楽に対してすごく葛藤してます。この出会って抱き合って泣いたっていう瞬間は、実はそのちょっと前の瞬間にお互いに音楽と向き合う覚悟を決めてるんですよ。あ、もう俺はこうやって生きていくんだ、音楽とこうやって向き合っていこう、私ってこうやって生きていこうって決意するんですよ。すごく決意してるんです。そのきっかけはこのアヤってこの演奏になるわけですが、その演奏が終わった後2人は出会うんですよ。出会って明石からあなたの演奏が良かったっていう感想を言うわけですね。で、まあ良かった中にはそういった良かったおかげで僕は前に進めますっていう形なんですけど、アヤもそれをちょうど自分が演奏した時に自分が向き合い方決めてますから、あ、私と同じって感じで多分抱き合って泣いてるんですよ。多分ね。多分そうなんですよ。多分っていう理由は何も書いてないからこれ。何も書いてないの。抱き合って泣いて、周りのみんなが、なんであの二人抱き合って泣いてんの？どうしたどうした？読者もどうした？読者もどうしたなんだよ。で、ちょっとよくよく考えると、ああ、そういう意味なんちゃうかなっていうふうに思うわけですよ。ね。これちょっとね、俺いいシーンだと思うんだけど、もうちょっと説明していいんじゃねえかな。って気がする。特に悪かった点の一つ目、だれてるって言ったわけですよ。だれてんですよ。だから、その部分をちょっと削ってね、ちょっと削って、こっちに回してあげれば、もうちょっと良かったんじゃないかなと思ったりするんですが、どうです？そうでもないですか？この本読んだ人は。個人的にこの明石と綾が抱き合って、やるシーンっていうのはとてもいいシーンだと思うんですけども、ちょっと説明不足なんじゃないかなっていう感じはいたしました。はい。以上3点。すごいね。ちょっと喋りすぎた。言葉で喋るからできるだけ簡単にまとめるつもりだったんですけど、長くてすごく思いも詰まって、いっぱいこう、感想を書きながらやったせいで、私自身の思いもぐわーっと。なっております。ある意味こう本を読んでこんな二十何分ももっと喋りたいなと思うぐらい気持ちがぐわーっとなってるのは、ある意味賞を取った作品だからっていうところもあるかもしれませんね。それもあるかもしれません、はい、ただ先ほども言ったように人にはちょっと進めづらいなと感じる本でございます。はい、興味がある方はぜひとも読んでみてはいいんじゃないでしょうか。一応漫画版とあと映画版もございますので、ちょっと
と映画は評価が良くないようですが、漫画版は割と評価が良いようですので、気になる方はそういう方面から入ってみるのもありかと思います。はい。ということでございまして、今回はここまでしたいなと思います。次の本は、ビブリア、ね、を全部買うって言ってたんで、2巻目ちょっと読んでみようかなと思います。それまた挟んで次違うやつ読もうかなって感じですね。三ツ星伝来も一応スピンオフあるみたいなんですけど、ちょっとスピンオフの作品を読むかどうかは悩み中ですね。はい。そんな感じになります。ということで、今回見ていただいてありがとうございました。また今日は何か別の動画でお会いいたしましょう。それでは、お疲れ様です。